はい、みなさんこんにちは、のんたくれひびりんごです。今日も朝から用事があり出かけておりました。で、主人のね、簡単なお弁当は作ったんですけど、私は今日はね、ちょっと新発売の大好きなね、まるちゃん大好きなんですけど、これを見つけてしまったので、まるちゃんのこれですね、香るバター醤油味。もうまるちゃんね、いろんなシリーズ出てるんですけど、ここに注目、秋限定。もうこれはね、食べとかなきゃいけないなと思ってね、もうすぐ冬なんでね、秋限定をこのように作らせていただきました。もうネギいっぱいもらったんで、ネギまみれになっちゃってますけどね。はい、これ3人前全部食べれませんよはい、そんでこれですね、これもネギたっぷりの厚焼き卵。もうネギまみれね、もうネギネギネギ。そしてこれね、はい、スタ丼って皆さんご存知ですよね。スタ丼で買ってきた唐揚げです。じゃーん、これ8個ぐらい入って500円かな、テイクアウトでね。はい、これで、あとはね、私ね、味変をねしようと思ってますので、粉チーズでしょ、焼きそばにマヨネーズでしょ、これをね持ってきております。はい、で今日のビールはオーガニックビールですね。はい、前々からちょっと気になってたので、はい、飲む人の体にも環境にも優しいビールですってことなんでね、早速ちょっとね、疲れた、飲みます。あー、やばいやばいになっちゃった、やばいよやばい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 よやばいよやばいよやばいよ、ねえ、本当にもったいないことするよ。絶対こぼすんだ。1日1回絶対ティッシュがね、動画に映ってるっていうね。すいません、失礼いたしました。はい、それでは皆さん今日も1日お疲れ様です。一緒に飲みましょう、乾杯。あー、苦味があって美味しい。最高、美味しい。はい、ガソリン入りました。ではね、早速ね、このスタ丼の割り箸でね、はい、食べていきたいと思います。必ず焼きそばに目玉焼きが乗ってるっていうね。はい、じゃあちょっと、どうしよう、唐揚げから行こうかな、スタ丼の唐揚げ。うん、私ちょっとね、実は初めてなんですよね。はい、いただきます。めっちゃジューシー。すごいの。車で帰ってくる中にね、途中でもうニンニクの匂いがすごい充満して、これマヨネーズかけたい。あ、おいしい。めっちゃうまい。いきます。今日はシンプルにネギとキャベツしか入ってないです。ではバターのね、味がするか。すごい、バターの香り半端ねえ。すごいね、こんな、なんか自分が作ってるまるちゃんの焼きそばにバターを入れた感じ。美味しい。一口がでかすぎてね。
ゃ卵をね崩しながら、卵を崩しながら絡めていただきます。最高。たまんないね。もういっちゃえ、一口で。こういうことしますか。私はね、粉チーズかけるんですよ。お許しください。粉チーズいただきます。チーズとバターと最高。止まんないわ。そしてマヨですね。1週間に1本飲む女。いい音。ちょっとね、はい、このように味変をしながらね、ちょっとこれね、私の朝昼夜兼用なんでね、いただきます。お父さんにマヨネーズかけたら食べてくれないんでね。チーズも大嫌いなんで。おいしい。これでね、食欲がね進むんですよ。止まんない。マヨネーズはね、いい。すごいバター醤油なんで、マヨかけても粉チーズかけてもしっかり味残ってますね。おいしい、この香りバター。最高だよ、香るバター。バター醤油ね。あ、いい。これもう一回売ってるうちに買ってこよう。あ、おいしい。たまんない。はい、こうね、大きな、こっちも卵だよ。いただきます。おいしい。あー、いいね。ほんと、もう限定に弱いんでね、今日はこれ食べるはずじゃなかったんですけど、見ちゃうとダメですね。見ちゃうとね。
いや、これ苦くて好きだわ。美味しい。たまらないです、たまらないです。もう私はもうやっぱ高カロリーな、あのね、カロリーの高いバターとかマヨネーズは美味しいですよね。本当に美味しい。もうまだ絶対これもう秋しか売ってないと思ったらまたね買いだめしたいです。期限がね生麺ってあるんでね、乾麺と違ってね。うまいね。私ね本当にね昔からね焼きそばまるちゃんなんですよ、袋は。うん、よっぽど他の買わない。うん、おいしい。あー、たまらないですね。ないから次ね、ウイスキーでも作って、この唐揚げと焼きそばでね、ゆっくり食べてきました。ゆっくり、はい。もうね粉チーズかけちゃったからね、うちの旦那さんはね、もうチーズだけ、もう匂いダメなんですよ。うん、だから全部食べさせていただ、あ、待って、なんで水割りしようとしたの。全部食べさせていただきたいと思いますけど、ね、ビールも飲むと膨らむんでね、ゆっくりちみちみ飲みながら食べていきたいと思います。今日はね、はい、これですね、まるちゃんの秋限定の香るバター醤油味と、これはスタ丼の唐揚げのご紹介をさせていただきました。美味しかった。これやばいよ。これからあの眉つけてね食べていきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。簡単なものでね、でも新商品ご紹介したかったので、また次回の動画でお会いしましょう。コメント、グッドボタン、チャンネル登録お待ちしております。ひめりんごでした。失礼します。